「こまった」「さむいしわたしはおなかもすいている」「ぼくもなにかたべたいよ」「よるになるとしんでしまうよ」 二人がそんな話をしていると山猫レストランというレストランを見つけましたこれはいい中に入ろう しかし、こんな山の中にレストランがあるのは少し変だね。いいから行こう。私はもうお腹がすいて死にそうなんだ。 うん、僕も暖かい部屋で休みたいよ。二人がドアを開けようとすると、ドアに何か書いてあるのを見つけました。 いらっしゃいませ。遠慮なく入ってください。二人は喜びました。すごい。今日はたくさん歩いて大変だったけど、 夜はお金を払わずにごはんが食べられるそうだね遠慮なくというのは「ただで」ということだよね。